はい、こんにちは、みのです。本日は、この紅葉を撮っていきたいと思います。はい、ここ撮っていきましょう。手前の方はちょっと枯れ葉がいっぱいあるんで写したくないんですけれども、奥のここの席があって、その向こうは、まあ、いい感じに枯れ葉が散らばってるのと、上の紅葉が下にリフレクションしてますので、ここ撮っていきます。で、この用水路の四角の形も綺麗なのと、上の方はこの紅葉の木でちょっとこう飛んでるみたいになってますので、ここを縦構図で切り取って撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。全体的にピント合わせたいので、ここは F 値8に絞って撮っていきます。その場合でシャッタースピード60分の1秒出すために、 ISO 感度は320になっています。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で切り取りまして、下の紅葉がリフレクションしている、まあ、池用水路の部分と、上の紅葉のトンネルみたいになっている部分を切り取って撮りました。で、下のところはこう緑とかが主の色で落ち着いた色味になっています。で、上は紅葉の赤色があって華やかになってますので、下と上でこう色のバランスが分かれていい感じかなと思います。で、用水路のこう四角の形も綺麗だったので、まあ、全体的にこう整った写真になったかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。夜のライトアップ用にこの竹に細工したものがありますので、これを撮っていきます。で、手前にあるこの紅葉を前ボケに使いまして、で、奥のあのライトアップするやつにピントを合わせます。で、そこに合わせてもこの他に同じものが奥の方にもたくさんありますので、前ボケを使ってここにピント合わせて撮ると、後ろのライトアップのやつもちょこちょこ見えることで奥行き感を表現できると思いますので、こっから撮っていきます。で、今木漏れ日がちょっと当たってまして、今日曇りなので光が弱いんですけれども、ハイライト重点速攻を使うことで、そのちっちゃい陰影もはっきり出して撮っていこうかなと思います。はい、カメラの設定していきます。前ボケを使うのと、後ろの背景の部分、そこもボケさせていきたいので、 F 値は4に設定しました。シャッタースピードは125分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。で、露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。画面の左側のオレンジは前ボケに使った紅葉の葉っぱになってまして、ピントはこのライトアップの竹の筒にピントを合わせています。で、背景に同じこの竹の筒が連なってるんですけれども、背景をぼかせたことでちょっとこれの奥行き感を出せたんじゃないかなと思います。で、ピントを合わせたこの竹の筒のところは、この木の枝が右下からひょろひょろっとこう斜めに伸びてくれてますので、ちょっとこう印象的な感じになったかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。まっすぐ高く伸びて綺麗なので、ここを縦構図で切り取って撮っていきます。で、この道もまあ印象的なんで入れたいんですけれども、今回木の方をメインに撮りたいので、カメラはもうローアングルに構えて上を見上げるような感じで撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは全体的にピント合わせたいので、 F 値は10に絞って撮っていきます。シャッタースピード80分の1秒出すために、 ISO 感度は250に設定しました。露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図を使ってカメラはローアングルに構えて上を見上げるようなアングルで撮ってみました。で、縦構図を使ったことで、この木の長さ高さっていうのを表現できたのと、下の道をちょっとだけ
入れましたので、下の道のこのくねくねした S 字に近いようなやつも入れたかったんですけれども、あえて道をちっちゃく写したことでこの木のスケール感っていうのを表現できたんじゃないかなと思います。で、今日晴れてたらもっと綺麗だったと思うんですけれども、まあ、曇りの日だったので曇って暗いんですけれども、それはそれでこの落ち着いたというかちっちゃな陰影ができて、これはこれで雰囲気がいいかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、これまでは24-120 の、まあ、広角標準のレンズを使って撮ってきましたので、次はこの望遠レンズに変えて被写体をこうアップにした写真を撮っていこうと思います。はい、では望遠レンズを使って撮っていくんですけども、ここにある葉っぱが、まあ、形が綺麗なのと後ろが多分玉ぼけになるかなと思いましたので、ここをアップで撮っていきたいと思います。で、シンプルに画面の右側はこの木の枝、木を入れてこう暗く締めまして、明るい方に目が行くように撮っていきます。で、今太陽が雲に隠れてますので、太陽が出た時点で撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは背景を大きくボケさせたいので F 値は 2.8 に設定しました。で、 2.8 にすると玉ボケの形がちょっとこうラグビー状とかレモン状になりやすいんですけれども、被写体撮りたいところの背景の位置が近いので F 値を下げないといい感じにボケなかったので、ここは玉ボケの丸い形を諦めて F 値 2.8 に設定しました。シャッタースピードは200分の1秒出てますので ISO カード100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。 F 値 2.8 で撮ると言ったんですけど、やっぱり玉型にならないのが嫌だったので F 値4に絞ってこの写真は撮りました。で、曇りの日でなかなか太陽が出てこなかったんですけれども、まあ、ちょっと明るくなったタイミングを見て撮影してみました。で、右の側の方に木と枝が入ってまして、ちょっと黒く締まってますので、この真ん中のところに目が行きやすいかなとは思います。で、ちっちゃい枝がこう真横に生えてきてまして、そっからこう真下に伸びるように葉っぱが生えてますので、ちょっと面白いかなと思ってこれを撮りました。で、背景は狙った通り玉ぼけがいっぱい出ましたので、まあ、全体的に華やかな写真になったかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきます。この目の前にある木なんですけれども、上の方を見ると紅葉している葉っぱがないところがありまして、で、背景とか周りはその紅葉のオレンジがいっぱいありますので、そこにちょっとこの、まあ、枯れてないんですけど色のない部分がありますので、そこが綺麗かなと思ったので撮っていきます。で、下の方はあんまり光が入ってこなくて暗いんですけれども、あそこの部分だけ太陽の光が当たってまして、細かい明暗さがあって、それも綺麗かなと思ったので撮っていきます。で、今このビデオで見ているみたいに広角で撮ってしまうと何を撮りたかったのか分かりにくい写真になりますので、望遠を使って縦構図でこの真ん中付近だけを切り取って撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。撮りたいあの木の部分以外はちょっとボケさせて撮りたかったので F 値 3.2 に設定しました。まあ、2.8 じゃない理由は、まあ、ちょっとでも解像度を上げたかったので、まあ、ボケ感を残しつつ解像度を上げるために 3.2 に設定しています。シャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で、露出はプラマイゼロの木漏れ日の細かい明暗さをはっきり出したかったので、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ど真ん中のこの木にピント合わせまして、で、 F 値 3.2 にしたことで背景はちょっとこうボケつつ、葉っぱの感じが、まあ、ちょっと分かりにくくなって色の要素として使えたかと思います。
で手前のこの被写体の木の部分は結構枯れ枝が目立ってまして、葉っぱがあんまりついてないのでちょっと寂しい雰囲気があると思います。なのでこの木と背景の色の鮮やかさといい感じの対比になったかと思います。で全体を撮ると何でもない写真になりますので、まあ、望遠を持っている方は望遠を使って撮りたいところだけをこう切り取って撮ることで引き算の写真を撮ることができますので試してみてください。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。ここに赤く紅葉している木があるんですけれども、この木の枝がこの辺の枝は全部こう横向いて生えていってますので、木の枝の流れが綺麗かなと思いましたので、ここをちょっと切り取って撮っていきたいと思います。で木の枝のこのグレーというか暗めの色と紅葉の赤の色、まあ、そのコントラストの差も綺麗かなと思いましたので、ここを撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。で紅葉している葉っぱはですね、ちょっと枯れてきてますので、あんまりこう全体的にバキバキに撮っても綺麗な感じには映らないかなと思いましたので、 F 値5にして、まあ、適度にこうボケさせつつ撮っていきたいと思います。シャッタースピードは250分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。露出はプラマイゼロで、木の枝の部分と紅葉の赤さの対比をもうちょっとはっきり作りたかったので、ここはハイライト重点速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。まあ、木の枝の流れが綺麗かなと思ったので、まあ、そこを撮りたかった写真になります。で木の枝のこのグレーの色の感じと紅葉の赤さが色の明るさの対比となって、全体的に見たら綺麗かなと思って撮ってみました。まあ、構図がどうとかそういう感じの写真じゃなくて、まあ、自分が綺麗だなと思った部分だけを切り取って撮った写真になってます。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここの写真撮っていきます。池があって、奥のところにオレンジで紅葉しているところがあるんですけれども、この真ん中のところは紅葉してない木がありますので、紅葉された木に囲まれてちょっと印象的な感じになるかと思うので撮っていきます。でここから切り取って撮っても上の白い空が入ってしまいますので、ちょっとこのメリハリが弱いかと思います。なので手前の草の部分を使って、この草の間から狙って額縁構図を作って撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。額縁構図に使っていきたい葉っぱの部分はボケさせますので、 F 値は 3.5 に設定しました。シャッタースピードは500分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。紅葉している木に囲まれて、ど真ん中に、紅葉してない木を配置して撮りました。で今日曇り空で、空が青空じゃなくて真っ白になってしまいますので、前ボケの草を使って白い空を隠すのと周辺原稿させたみたいな感じになりますので、ど真ん中の木に目線誘導させることができます。で周りがですね、鮮やかなオレンジ色の中で、ど真ん中に、下に枝がなくて、上も、まあ、緑色の木が1本だけありますので、個人的には結構、まあ、いい感じに撮れたんじゃないかなと思います。はい、本日は紅葉を撮りに来ておりました。まあ、普段はこの望遠ばっかり使ってるんですけれども、今日はちょっと広角も使いつつ撮ってみました。ちょっと曇り空、今ちょっと日が差してきたんですけど、まあ、曇り空だったので、ちょっとまあハイライト重点速光とかを使って暗めの写真を撮ってみました。そしたら今日はこの辺で帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。